古ですか、うん、あ、これね、ルチルコーツのミックスカラー、うん、ミックスルチルコーツ、ルチルなの、え、ルチルなの、うん、このな、あ、そっかそっか、これそうですね、うん、これとかもそうだね、部分的に分かりやすいところと分かりにくいところがあるんですけど、すごい可愛い、多分これの兄弟分よね、あ、そうそう、すごいね、すごい使いやすいんです、あ、明かり、明かりがあれかしら、めっちゃ近いしめっちゃ近いし、でもね、あの、すごくいい、今日仕事帰りだけど全然仕事でも使える、うんうん、いいんですよ、これのピアスのどういうところが魅力ですか、長さもちょうどいいし、こうちょっとちょい見えでも可愛いし、で服も選ばない、うん、全然服も選ばない、髪の間からキラッとした感じ、キラッとできるから、そうそうそう、でお仕事でも嫌味がなく使えるから、うん、そうそう、気持ち的にテンション上がります、ありがとうございますネックレス、あ、ネックレス、これめっちゃ使ってるやつめっちゃ使ってるやつ、これいいよね、私もこれ自分用に、そうそうそう、で、なんかあのこれを買いに行った時に、うん、なんかね、対人関係これいいよって言われたの、誰に、あなたにだよ、え、私そんなこと言ったっけそうそうそう、なんかあの人と会う時、うんうん、その初めて会う人とかなんか緊張したりとか、うん、なんかそういう対人関係の時に、うん、これ絶対手助けしてくれるって、そういうこと言った、言ったで、だから私なんか大事な人に会い初めて会うとか、うん、あの、なんだろう、初めての場所に行くとかっていう時に結構つけてるけど、うん、その一言があるからめっちゃ落ち着く、本当ですか、私、私騙されてる私そんなこと言ったっけみたいな、あ、でもね、本当に私的にはあの新しいとこ行く時に使ってる、うん、それは、うん、おそらく私が言った言葉としては対人関係に聞くじゃなくて、うん、どの人から見ても嫌味がなくてさりげなく見えるネックレスだからいいですよって、多分そういう意味で言ったと思います、多分その時の私にはそういう風に聞こえたんだと思うきっと捉え方の違いみたいな、そう、でもそのまんま私の中ではそういうものになってて、うん、めっちゃヘビロテしてる、あ、そう、そう、すごく落ち着くね、本当、いや、嫌味がない、嫌味がないっていうか、うん、存在感があるようでないようであるから、うんうん、あの主張しすぎないし、そうかといって地味すぎないから、どの人が見ても嫌な気持ちにはならない派手すぎとか、いろんな場面で使える、すごく使わせてもらってます、うん、そういう意味合いで言ったけどいい意味で捉えてました受験聞くのみたいな、よかった、でもそれで対人関係がうまくいってんでしたら、言ってる言ってる、私としては言ってる、これとあと、うん、これと同じようなのが一つうちにあって、うん、これとこれはね、すごく使ってます、うん、もうちょっと色の濃いやつ、うん、もうちょい色の濃いやつだけど、うん、どの服に着てもあのつけても落ち着く、黒でも白でも色物でも全然、もうちょい色が濃いかな、うん、私のやつは、まあ、個体差がありますからね、うん、すごい好きです、でもね、ご愛用していただいて、はい、嬉しいですね。このグレーのネックレスさんって結構前ですか、ね、あ、結構前ですね、もう7、8年ぐらいになるかな、そんなになるかな、多分なると思う、結構前だと思います、うん、でも今でも現役ではいお使いいただいてありがとうございます。